起立。礼。着席。皆さんこんばんは。アピタルアレルギー夜間学校の時間です。この学校は朝日新聞医療サイトアピタル、株式会社新産業文化創出研究所、メディアサイト株式会社の共同制作運営、株式会社クロエ、株式会社クリニカルトライアルの特別協賛で、秋葉原 UDX スタジオよりお送りいたします。今年4月より全12回にわたり、毎月第4水曜日の夜9時から、喘息、アトピー性皮膚炎、食物アレルギー、花粉症などアレルギー疾患に関する正しい情報と対策法をお届けしています。私は日直の小林美幸と申します。よろしくお願いいたします。そして一緒に授業を受けてくださるアレルギー夜間学校の学級委員長でアピタル編集長の平子義則さんをご紹介します。平子さん、よろしくお願いします。アピタル編集長の平子義則です。アピタルですね、患者さんのためにという医療サイトなんですが、毎回一巡先生を呼びまして、招きまして、その授業をさせていただいています。なかなか先生とですね、深い話は聞けないんですが、こうした40分以上にわたる詳しいお話を聞いていただいて、皆さんのその健康に向けた病気と戦う中の生活を支えるものにしていただけると助かります。事前にですね、アピタルを使っていろいろこの番組への およびこのテーマ、今日は大人の喘息と呼吸器疾患なんですが、質問を寄せていただいてますが、ツイッターでですね、質問を寄せていただければ、その授業中に答えていただくこともありますので、どうぞ皆さんツイッターなどを使って双方向機能を活用していただければと思います。ツイッターの方のハッシュタグはシャープアピタルを使ってください。よろしくお願いします。はい、それでは本日のテーマ、大人の喘息と呼吸器疾患 COPD などの関係の講義をしてくださる先生をご紹介します。国際医療福祉大学教授で山王病院アレルギー内科の足立満先生です。ご紹介します。足立先生はアレルギーと呼吸器疾患がご専門で、長年にわたり診療の第一線で治療にあたってこられました。特に大人の喘息を得意とされており、この分野の第一人者として知られています。また今年3月まで昭和大学医学部内科学講座呼吸器アレルギー内科部門教授として、さまざまな臨床経験にも携わってこられました。喘息といえば子どもの病気といったイメージが強いですが、40代から60代になってから喘息を発症するケースも少なくありません。また大人の喘息死の大半は高齢者です。さらに近年は息切れや咳、痰などが続く慢性閉塞性肺疾患 COPD と呼ばれる病気も増えています。本日はしつこい咳や痰をキーワードに、大人の喘息と呼吸器疾患について講義をしていただきます。それでは足立先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、ただいまご紹介に行かれました足立と申します。今日は大人の喘息を中心に関連する呼吸器疾患 COPD といいますと少し聞き慣れない名前だと思いますが、肺気腫やですね、慢性気管支炎といったタバコによって起こるお年寄りの病気だというふうに考えていただければいいと思うんですが、そういったその病気についてお話をさせていただきたいというふうに思います。さて、これは気管支喘息の病態というものを示すわけなんですが、喘息の本体は何といっても炎症ですね。ですから、最も分かりやすい子どもの喘息ですと、ダニによる炎症ということで、ダニが慢性的なアレルギー反応を起こして、そして気道が敏感になり、そして、ウイルス、風邪のウイルスですね、
ライノウイルスとかインフルエンザとかいろいろありますけれども、そういうウイルスによって、喘息が悪くなり、気道炎症が悪くなって、そして、喘息が発症するというのが最も典型的なパターンであるというふうに言えます。さて、大人の喘息をどういうふうに診断するか、典型的なものは割とその診断はしやすいんですね。ぜいぜいヒューヒュー言いますし、そして、息が苦しくなるということが、繰り返される。それも、夜夜間から早朝にかけて、出やすいということがありますので、こういったことがはっきりしていれば、喘息ということが割と簡単に診断できるわけなんですが、しかし最近では咳だけのタイプの方、これまでよく聞いてみますと、ぜいぜいヒューヒューが頸部ですとか、背中の方で、首ですとか背中の方で聴診器で聞ける場合もありますけれども、咳だけを主張とする場合、咳だけを症状にするような場合には、風邪と診断されて2年も3年も、治療されて、やっと来られて喘息の治療をするとすぐ良くなるというような方も中にはいらっしゃいます。それから喘息の特徴というのは、やはり肺機能で見た場合に、これがいい時と悪い時と非常にはっきりしている。数値はこれは画面でお示ししたように、ピークフローといったようなふっと吐くものとかですね、いずれもその呼吸、努力性呼吸、一生懸命吹くということが大事なんですが、スパイロメトリーといって1秒量といったようなものでチェックする。それから喘息のとっても特徴的なその病態には気道が敏感だということが挙げられます。でこれはそのアセチルコリンやヒスタミンといった気道の収縮物質を吸いますと、健康な人でも一定の濃度を吸うと症状が、喘息と同じ症状が起きてしまいますが、患者さんは健康の人が起こす何十倍、何百分の1のとっても薄い濃度で肺機能が落ちてきてしまうというわけなんです。こんな難しい検査でなくともですね、例えば、だんだん暑くなってきましたよね。で冷房が入ります。そうすると冷房が入ると咳込んでむせて喘息が起きる。あるいは逆に、冬ですね、暖かい部屋から寒い外気にさらされると咳が出て発作が起きてしまう。これはやっぱり気道過敏性、気道が敏感なことを表しているわけですね。あるいはタバコの煙、お線香の煙、こういったものでもむせて発作が起きますし、それから、強い香水の匂い、魚を焼く匂い、もろもろのものに反応する。これが気道が敏感であるというその証拠でもあるわけです。それから一つは、いわゆるアレルギーの原因である、ダニですとかペットですね、犬や猫のフケなどに対する、IgE という、免疫グロブリンの E というタイプの抗体というものを、血液で調べたり、あるいは皮膚反応で、チェックしたりできます。こういったものは陽性である。それから喘息は慢性の気道の炎症だとよく言われますが、実際には好酸球と呼ばれるような、白血球の一種が集まってきてますから、痰の中にですね、こういった、白血球のある種類のものが集まっているということも、一つの、気道炎症だというふうに言えますし、それから、先ほど質問の表を見せていただいたんですが、呼気の一酸化窒素、これは喘息で特徴的に上がるんですが、だいたい30から 35ppb と言われるんですが、これはまだ保険も通っていなくてですね、患者さんでこの呼気の一酸化窒素をご存知の方がいらっしゃる、知って、大変びっくりしたんですが、患者さんに断言はしませんけれども、皆さんの知識の深さには、ただただ、驚くばかりです。こういったことも大きな鑑別のポイントになります。また子どもではですね、今まで西松先生をはじめ多くの先生方が
そのウイルス感染時におけるその再帰還支援との鑑別が必要ですよね。で、大人ではですね、COPD、タバコによるそういう肺気腫や慢性気管支炎、あるいはうっ血性心不全、高血圧やですね、もろもろの心臓の病気で、心不全が起こる、左心不全、右心不全が起こる、あるいは胃食道逆流症、胃液が、誤嚥してですね、気道に気管に入ってきてむせて、喘息と同じような症状が起きる、いう場合もあります。まあ、こういったその高齢者になって65歳以上になってですね、起こってくるその、諸々のものとの鑑別が必要です。そしてその鑑別だけではなくて、喘息と一緒にこういう病気が、同居している併存症として合併症として存在する場合があるというわけであります。さて、このスライドでは喘息の定義を示しました。1950年代は広範な気道の狭窄、これは咳とか痰とかぜいぜいヒューヒュー、呼吸困難、苦しい苦しいといったようなですね、喘息の症状を広い範囲の気道の細くなることと言って示したものです。そして、先ほどもお話ししましたけれども、1960年代には気道が敏感である気道過敏性の亢進というものが喘息の特徴的な病態であると、これは今でも全く同じです。そして1990年代になりますと、こういった喘息の症状や気道の敏感さというものが、慢性の炎症によって起こっているということが、分かってきています。さて、喘息は完全に元に戻る病気だというふうに言われていました。しかし長くその喘息を患っているとですね、気質的な変化が起こってくるということも分かってきています。これはリモデリングというふうに、日本語では再構築というふうに訳します。さて、このややこしい図は一体何でしょうか。見るだけで若干頭痛くなるかもしれませんけれども、これは、向かって左側はですね、アレルゲンの監査、例えばダニのアレルゲン、ダニのその死骸の数ミクロンになったものがですね、皆さんがどんなに鼻息荒くてもですね、その300ミクロンあるその 0.3 ミリあるですね、表皮ダニの中体をそのまま吸い込むということはまずありません。ですので、これが、死んで、バラバラになって数ミクロンになる、あるいは糞もそうですね、そういったものを吸い込んで、それが気道の上皮を通過して、そしてここには抗原定位細胞と書いてありますが、抗原を認識して、その情報をリンパ球に与えます。そうするとリンパ球が、自分ではないという情報と同時に、そのアレルゲンに対する、抗体を作るわけですね。そしてその抗体が血液を通って、マスト細胞や抗塩基球というものの上に固着します。これで監査が成立するわけですね。つまり次にもし抗原が入ってきた場合にはアレルギー反応が起きますよという状態です。で、この監査が成立したときに再びアレルゲンが入ってきますと、抗原抗体反応が起きて、喘息の症状が起きるわけです。喘息の症状とは、気管支平滑筋がぎゅーっと縮む、粘膜がむくむ、そして分泌液が増えるといったようなことによるんですが、これらのマスト細胞から出てくるヒスタミンやですね、ロイコトリエン、ちょっと舌噛みそうな名前ですが、こういったものによって、喘息や鼻炎が起こるというわけですね。そして、早い反応と、遅い反応とがあるんですが、その遅い反応の方で特に好酸球といったような物質が、炎症細胞が出てきます。この炎症細胞が気道の上皮、気道の表面を荒らして気道を敏感にする。そして、喘息にはとても大事なことなんですが、平滑筋、その気管支のですね、その周りには筋肉がぐるぐる取り囲んでいます。この筋肉が肥大増殖する、
これは喘息の重症化難治化と結びついている。で、その向かって左が気道の炎症で、それが続くとリモデリングという器質的な変化が起こってくる。喘息の病態というものはこういった炎症とそれから、リモデリング器質的な変化が相まって喘息という病気を作っているということになります。さて、こういったその、全ての喘息反応、喘息はですねアレルゲンによるものではないんですが、アレルギーというものによって起こる喘息が多いですよね。でこのスライドはですね厚生労働省の統計なんですが、我が国におけるその喘息のですね入院患者さんの数の推移ということで1996年から示されています。で、グレーが65歳以上の高齢者、成人、壮年の方は15から64歳そしてピンクが小児の方です。単位は1000人で、横軸に表されています。いずれにしてもどの年代層の方もですね非常なスピードで1996年から2008年まで示してありますけれどもものすごい勢いで減ってますよね。これは喘息の治療というものが成人でも小児でも高齢者でも非常に成功して入院患者さんがどんどん減ってきたということを示しています。これは同じく厚生労働省のデータです。我が国におけるその主要疾患別死亡率亡くなった方のですね、増えたり減ったりというものを示していて1995年を起点につまりここをゼロとして2008年までが、示されています。これがゼロですね。そうするとですねこれで見てみますと例えばピンクの肺炎これはもう高齢者が増えてくると当然なんですが、肺炎はなかなかこれ嚥下性肺炎も入ってますから、増えてきてます。そしてですね、心疾患もそれから当然悪性新生物がんですね肺がんなんかも、非常に大変な病気ですよね。それから同じ閉塞性の肺疾患でもですね、いわゆる COPD 慢性閉塞性肺疾患というものはやっぱり右肩上がりにその亡くなっている患者さんの数というのは増えています。しかし一際ゴーンと下がっているものがありますよね。これは喘息なんですね。つまり喘息はいろんな主要な疾患の中で病気の中で最も死亡が減っているものなんです。とっても治療が成功したというわけなんですね。これはその全国の第一線の先生方お医者さんたちが努力したそしてお医者さんたちだけじゃなくて戦っている、病気喘息になった人たちもですね、患者さんたちも一生懸命やって、喘息死というのが減ってきたというわけです。若干ちょっとスライドが化けてですね点線になっていますけれども、そうですね1985年、あたりではこちらです。喘息で亡くなっている方っていうのは7000人から8000人だったんですが、これもその90年代の後半から非常にスピードで減ってきてで、2010年では2065人、という非常に、その15年ぐらい前から比べて3分の1その前から比べて、4分の1とかですね5分の1に減ってきている非常にこれは、素晴らしいことなんですがこの理由の大きな原因としてはですねガイドラインというものが世界でもですねどんどんどん作られているんですが我が国のガイドラインは1993年に初めてこの JGL ジャパニーズガイドラインというものですね日本のガイドラインができてこれがどんどんリニューアルして私も作成委員をしていますけれども今現在2012年度版を作成中です。でこういうその吸入ステロイドの普及ということがガイドラインではっきり謳われてですね喘息は慢性の気道の炎症であるですから喘息の治療の根幹は副作用の少ない吸入ステロイドであるというそのことを謳ってきてですねそしてその吸入ステロイドのこれは販売量ですねでこれがどん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 増えてくるに従って喘息死は減ってきているというわけであります。